ンネル登録よろしくな。スポーサーさんから1入れごとに1リッターのガソリンをいただけると。皆さんにいいねをいただかないと僕たちはガソリン入れれません。アメリカ横断のために皆さんのいいねをよろしくお願いします。ここはフィラデルフィアのイースタン州立刑務所に来ております。よし、まあ、昔のめちゃくちゃ悪いやつらが投獄されてた。9人に1人が死刑なんて言ったらしい。やばい、やばい。だからマジでやばいやつらが収監されてた刑務所。いいね、うん、ここめっちゃ来たかったよな、ね、俺2人とも。昔のギャングアルカポネ、アルカポネ、ね、メキシコのギャングやった。今はもう使われてない。今は使われてない、うん、観光地になってるところで、うん、マジ見といてください。マジ見といてください。お願いします。よスキャンスすげえ。すげえ、入り口。入り口もすげえね。入り口、もうガチで刑務所やね。うん、そこは普通に買うと16ドル。16。事前に買うと14ドル。お得です。すげえな。すげえ、マジで刑務所の中や、うん。プリズンブレイク、マイケル・スコフィールドがここから逃げたって言われてるところ。そうやな。あいつは地下から行ったの。あいつは地下から行った。うわ、すげえ。やばいやばいやばい。やばい。やばい。うわすげえ。刑務所のやつだ、マジですげえ。寒いな。うわ、トイレあるし。すげえ。あ、こんな感じやったんや。どういう気分？もう全然うんこできるわ、これ。やばい。これいける？いや、これ登られへんわ。無理やわ。滑るもん。そういう仕様？高いしな。すげえな、マジでこれすごいね、マジすげえ。これは脱獄できひんわね。これテンション上がんな。テンション上がる。ただ脱獄したやつが一人おるから。脱獄したやつが一人おるから誰か教えてくれ早く。いや、まだ教えへんねすぐっていうか、待って、すげえわこれ。すごいね。こんな感じの広さ、すげえ。まあでも、中入るとすげえ狭く感じる。圧迫感あるな。圧迫感ある。あ、これ中心のとこやろ。中心だね。うお、ちょっと寒いね。寒いよな。うん、すごいね、やっぱマジで刑務所や。ばめ、2階行けるわ。2階行こう。すごい、うわ、ここやばくない？すげえ。アンペ、うん、再現されたもんがある。こんな感じやわ。おう、めちゃくちゃいい部屋。いい部屋に見えるの。あれ、この刑務所で唯一一人だけ逃げ出した人がおるらしい。マジで？うん、これほんまに脱獄の穴があるらしい。あ、これや。え、これやで、このトンネルを掘って埋められたんやな。絶対そうだ。なあ、すげえな。アルカポネの牢獄があるみたいなんで、めっちゃ豪華らしいよ。アルカポネって何した人なの？アルカポネは悪いことした人や。悪いことした人か。昔から悪かった。待って、見てこれ。見て。やばいやばいやばい。豪華すぎるやろ。やばい。狭さとかは一緒やな。ただ豪華。音楽流れてるし。豪華すぎるやん。アルカポネすげえ。やばいやん。普通これやもんな。やばいこれ。これあれやろ。うわ、電気椅子やろ。これ刑務所で唯一あるっていう散髪やで、これ。え、うせやん。ほんまに。お疲れさま。お疲れ。どうやった？めちゃくちゃ感動した。めっちゃよかったな。めっちゃよかった。もう想像以上よかったけど。想像以上やわ。すごかった。刑務所初めて行くもんな、俺なんか。うん。凌介、一昨年まで入っとったから。いや、俺なんか初めてや。あれやけど。フィラデルフィアの街並みもいいな。ええー、な、街並み。頭に花つけて、車に乗ってるおばさんもおるし。クセやな。ああいう人結構おるな、フィラデルフィア。うん。俺の実家と一緒や、堺と。来ました。フィラデルフィア美術館。ここ景色いいな。
あれあれロッキーやろ。おい行こう。おいロッキー。エイドリアン、エイドリアン。ごめん。おい。ロッキーがちょっと走った道があるから。ロッキーが走った道。よロッキー知らん。めっちゃ下だ。走った。気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいい、うん、この景色もやばいね。見てこれ。お、何これ。ロッキーステップや。より全然小さい。ここに立つんや。エイドリアン、エイドリアン。マンペ、ここはここはもう見てもらって分かるんですけど。分かる。はい、タイムズスクエアからチャンネル登録よろしくな。